日本カメラ博物館は東京都千代田区一番町にある博物館である。一般財団法人日本カメラ財団により運営され、カメラや写真の企画展を定期的に開催し、日本国内外のカメラや写真を紹介するほか、調査研究に必要な資料の利用と提供を行っている。日本カメラ財団の前身は1954年に、 森山金次衆議院議員を理事長として発足した財団法人日本邪神機検査協会で検査法に基づく日本製カメラ工学機器の検査研究機関だった。その後、同協会は日本製カメラが技術革新と品質向上を遂げ貿易の自由化が求められたことから、1989年12月カメラが 輸出検査の対象より外されたのを機に、業務を検査試験事業からカメラに関連する文化的事業へと転換し、日本カメラ博物館を開館した。その他、ホットサロン、ライブラリー等、カメラ、写真及び映像等の展示や文献の公開を行っている。国産カメラの発展史を伝える、常設展示。 日本の歴史的カメラでカメラ約300点を展示しているほか、日本カメラの新製品コーナーや特別展として世界のカメラをテーマに応じて展示している。写真文化の発展の歴史を伝え、歴史的な記録写真の企画展を開催し、所蔵する古写真の紹介と展示を行っている。カメラと写真に関する専門図書館で、蔵書数は図書約3万8000冊。 雑誌約1200種類である。写真や絵画等の展示会場として一般に貸し出している。財団ビル内の会議室を貸し出している。面積は63平方メートルから189平方メートル。利用時間は午前9時午後8時。定期的に研究会を催すほか、講演会、撮影会、親睦会などの活動を企画している。ありがとうございます。